シロ。外、暗いな。外暗いな、じゃないわよ、この恩知らず。目が覚めたら、まず言うべきことがあるんじゃない？父さか、なんだ、いたのか。いたのか、じゃないわよ。あんたの真横でずっと看病してやってたのに、随分な態度じゃない。すまない。どうも頭が固まってる。うまく物事を考えられないんだが。まあ、別に大したことじゃないからいいけど、シロもあれだけの怪我だったんだから、意識がもう。で、痛いところはないの？とりあえず外傷は塞がってるけど、中身まではわからないから。異常があるんなら手当てしないとまずいでしょ？いや、だるいだけで、痛むところはない。ただ、なんだか。父さか、学校は、俺は、あの後どうなったんだ？大丈夫。みんなのことは安心なさい。学校には、綺麗がフォローに行ったから。廊下の補修とか、事後処理はあいつがするから考えなくていいわ。あれでも新職なんだし、これぐらいさせなきゃ、罰が当たるでしょ。あいつが？それじゃあ、学校の方。大事にはなってないわ。病院に運び込まれた生徒は多いけど、命に別状はないみたい。みんな栄養失調ってことで、2、3日病院で休む程度だって。そうか。それは。
じゃあ俺の体の方も琴峰が治してくれたのか。いくら遠坂でもあれだけの傷は治せないだろう。何言ってるのよ。それはあんたが勝手に治したの。バーサーカーの時と一緒。とりあえず傷を塞ぐだけなら蝶がつくほどの回復力だけど。あるわけないだろう。俺だってわけがわからないんだ。セイバーと契約するまでは普通の体だったよ。もしかして自分が知らないだけで祖先がトカゲだったとかない？あのな、真剣な顔でそういう怖い冗談は言わないでくれ。俺だって気持ち悪いんだぞ。自分の体が。いいんじゃない？何はどうあれ、それで何度も命を流れてるんだから。もう2回も助けられたことだし、トカゲになるぐらいは妥協できる交換条件だと思うけど。父さか、重病人をいじめて楽しいのか？さっきまで重病人だった人でしょ。ま、ともかくセーバーに感謝しなさいよね。理屈はわからないけど、シローの体がそうなったのはセーバーの。父さん、セイバーは？道場にいるわ。私は部屋に荷物取りに行ってくるわね。いっ。シロ、目が覚めたのですか？すまない、今気がついたんだ。それでセイバー。すまないではありません。あなたには言いたいことが山ほどある。私を置いて敵の誘いに乗ったこと、一人で戦おうとしたこと、自身の体を気遣おう、分かっているのですか？そのどれもが死に直結する愚行です。いや、実際あなたは死にかけていた。こうして私を追い詰めて何が楽しいのです？いや、その…何ですか？生半可な弁明では引き下がりません。今日という今日は、とことんあなたの考えを聞かせていただきま…わかってる。ちゃんと話す。だから話をしよう。セイバー、体の方はこの通り大丈夫。え、シロ、持ち直したのですか？ああ、そうみたいだ。とりあえず生き延びてる。そうですか。それはよかった。セイバー。はい、何ですかシロ。すまない、俺がバカだった。シロ、やめてください。先ほどのは言葉のあやです。怒っていたのは確かですが、あなたに謝ってもらう必要はある。パートナーとしてセイバーに謝るのは当然だ。心配させてすまなかった。セイバーといる限り俺は二度と一人では。シロ、それは。ああ、セイバー、お前の力を貸してくれ。俺一人じゃ他のマスターには勝てない。俺には。それでは今までの行動が間違いだったと認めるのですね。シローはマスターとして後方支援に徹し、戦うのは私。
俺は自分が間違っていたとは思わない。セイバーが俺を守るなら俺もセイバーを守る。セイバーだけを戦わせるなんて。その固くなさは実にあなたらしい。まったく今さら答えるまでもないでしょう。私はあなたの剣です。私以外の誰があなた。握手なんてしてるの？二人とも。なんか怪しいわね。まさか私に内緒で作戦会議をしてたとか？いえ、そういうわけではないのです。そのマスターの体が健康かどうか脈を測って。脈の取り方をするのね。おい、何の用だよ。登坂、部屋まで荷物を取りに行くとか言ってなかったか。うん、それそれ。はい、セイバー、これ。ありがとう。リンには迷惑をかける。それが最後だから気をつけなさいよね。いくら強制召喚だからって力ずくで武装したら服なんて消し飛ぶんだから。申し訳ありません。突然のことだったのでそこまで考えが回らなかったのです。まあね、単純なデザインだし制服みたいなものだし。綺麗なやつ、地味な服ばっかり私に押し付けるんだもの。まあ私には似合わない服だからいいけどさ。なんだってその服に。ええ、シロウが似合うと言いましたから。
よし。まあ、そりゃそうだよな。さすが。シロ、目が覚めたのですか？ああ、今目が覚めた。そういうセーバーこそ今朝は早いんだな。シロ、私とて好きで眠っているわけではありません。私が朝食まで眠っているのは単に魔力を温存するためだと、そのいかにも普段から寝過ごしているという物言いはやめてほしい。なんでさ、別にそんなつもりで言ってないぞ。単にこんな早起きしていいのかって思っただけだ。ほう、そうですか。私が早起きするのはおかしいと。いや、おかしいとかじゃなくていいのかなって。セイバーが頻繁に眠らなくちゃいけないのは俺のせいだ。だから今朝もできる限り眠っていないといけないんじゃないのか？当然です。ですがそれはあくまで待機状態に過ぎません。私が眠っていたのは緊急時に備えてのもの。今の状態で眠、道理にかなわないって。なんで？別に今は誰とも戦ってないし。いえ、ですからそれは。いいけど、今は緊急ってわけじゃないんだし、出かけるまで眠っていた方がいい。朝飯ができたら呼びに行くから、それまで力を温存しといてくれ。今日一日セイバーの力を借りる。待ってください、シロ。ん、なんだよセイバー、他に何か。あなたは今何をすると言いましたか？そもそもあなたは安静にしなければいけない体でしょう。朝食の支度など凛がします。シロが優先すべきことは部屋で休み体を癒すことです。それが分かっていないとは言わ。セイバー、部屋に戻ってください。シロ、眠りが必要なのは私ではなくあなたの方です。いや、部屋には戻らない。もう十分休んだし、やらなくちゃいけないことがあるだろう。準備ができたら街に出よう、セイバー。今日中に信じろ。なぜですか？今日中にライダーのマスターを捕らえる理由などありません。戦うのなら、シローの傷が癒えてからにするべきです。それからでも遅くはない。それは違う、セイバー。順番で言うなら、俺の体なんて後回しだ。そんな暇はないんだ。シンジのやつが何をするかはお前だってわかるだろう。またあんな結界を張られる前にあいつからライダーを切り離す。サーバントが昨日のような犠牲者を出したくないというのですか？ライダーのマスターを倒すのではなく、ただそれだけのた。そんなことはない。シンジには責任を取らせる。そのためにはライダーを倒さなくちゃいけない。それに犠牲者を出さないために行動するなんていうのは当たり前だろ。そんなこと、戦う理由以前のも。そうですか。マスターがそう言うのなら私は従うだけですが。シンジを探す？別に文句はないけど、ちゃんと勝ち目があって言ってるんでしょうね、シロ。勝ち目ってシンジに対してか？そうよ。前もって言っとくけど、
賞賛もないくせに他のマスターに手を出す気だったなんて言ったら笑うわよ。ああ、ちょっとエミヤ君本気？すまん。うわ、悪いけど笑えないわ今の冗談。セイバー、あんたのマスターはこんなんだけど、あなた自身はどうなの？ライダーと戦うことに。ライダーと戦うだけならば問題はありません。彼女の能力は確認済みです。それはシロー本人も分かっていると思います。何しろライダーと直接。ああそうだっけ。ならシローにもライダーがどの程度か。ライダーはセイバーほど強くない。一対一の戦いなら、まず負けはしないと思う。そうなんだ。なら、ちゃんと賞賛はあるんじゃない。シンジは魔術師じゃないから、ライダーはマスターからの支援を受けられない。必然的に、セイバーとライダーの一騎打ちになるもの。何よ、気の乗らない顔して。何か問題でもあるっていうの？ああ、いいか登坂、それだけ戦力的に上回ったセイバーに追い詰められていたのに、ライダーはシンジを連れ、あれはライダーの宝具だったと思うんだが。つまりライダーはライダー本人より所有する宝具の方が優れてる。でセイバー、シローはともかく、あなたならライダーの宝具が何であるか分かったんじゃない？目の前で使われたんだから見当ぐらい。面目ありません。シローを守ることに精一杯で、私もあれが何であるか確認すること、そんなことに気を割いていたら、私もシローもあの一撃に巻き込まれていった。巻き込まれたって何？ライダーの宝具って飛び道具？それに近いものでした。分類的にはリンの使う魔術に近い。あれは私の剣やランサーの槍のような対人宝具。私の魔術に近いってそれこそ変よ。セイバーの対魔術は神業じゃない。現代の魔術じゃまずあなたに傷を負わせることはできない。そのあなた。はい、神秘はより強い神秘の前に無効化される。私の鎧を通ることができる神秘はあなたたちの言う魔法か神域に住む幻想種だけです。魔法使い？ライダーは魔術師だっていうの？いえ、それほどの魔力は感じませんでした。彼女はライダーです。魔法使いがいるとすればそれはキャスターだけでしょう。ライダーの宝具。セイバー、お前の鎧っていうのはそんなに硬いものなのか？魔法でなければ通らないなんて言うけど。え、ええ、確かにランサーのゲイボルクは魔法に近い呪いですが。リン。私？まあいいけど。要するにシローはセイバーは魔法じゃないと気づ。あ、いや別にそういうわけじゃないけど、ただそんなに頑丈な鎧ならすごいなって思っただけだ。そりゃすごいわよ。セイバーに限らずサーバントってのはみんな英霊なのよ。霊体ってこともあるけど、真っ当な手段じゃ傷一つつけられない。サーバントはそれ自体が
物理的な手段でサーヴァントを傷つけられるのは同じ英霊であるサーヴァントだけ。逆に言えばサーヴァント同士ならただのペーパーナイフでもセイバー、相手がサーヴァントならセイバーの鎧もそう鉄壁ってわけじゃない。そうね。けどセイバー自身接近戦の技量が優れているから、白兵戦ではまずセイバーの傷は、残った手段は遠距離からの攻撃、魔術っていう飛び道具になるわけだけど、セイバーは騎士のくせにとんでもない対魔力を持ってるから、バッドラックに代表される呪いなんてまず届かないし、魔力を矢として放つ直接干渉も効かない。セイバーを倒したかったら真正面からの斬り合いで彼女を任さなくちゃだ。なんだよ、そんなのインチキだ。剣技でかなわないから魔術で勝負するっていうのに、魔術そのものがセイバーに効かないならどうしろっていうんだ。なんか不公平だぞ、その話。そうね。けどそのセイバーだって白兵戦で絶対に負けないというわけでもない。バーサーカーは力だけならセイバーを上回ってるし、ランサーだって今話してるライダーだってセイバーを出し抜くほどの宝具を持ってたんだから、セイバーも完璧ってわけじゃないわ。私たちだってセイバーを倒す方法はあるもの。単にセイバーの耐魔力を上回る魔術を持ってくるか、サーヴァントが使っている武器を借りて寝ている間に首を切るとか。サーヴァントの武器ならサーヴァント自身と同じ。そうなんだ。じゃあライダーの宝具が特別優れてるってわけじゃなくて、サーヴァントの攻撃だからセイバーも守りに徹したってことなのか。わけないでしょ。セイバーが守りに徹するのならライダー自身じゃ何をしたって追い詰めることなんて不可能よ。ライダー本人がそう優れた英霊じゃないのなら彼女。そうでしょセイバー。ライダーの宝具はライダー自身の能力とは関係のない武器なのよね。おそらくライダーの技や魔力に頼らない自動的な武装、宝具そのものに効果があるものだと思います。魔術か幻想種かどちらにせよ、あの魔法陣から放たれたものは圧倒的でした。直撃を受けた場合生き延びられるサーヴァントなどいないでしょう。そうなの？数値的にどれくらい？あなたたち風に言うのなら A プラスといったところでしょうか。私個人の推測に過ぎない。 A プラス？何それ、魔法一歩手前じゃない。そんなの使われてよく学校が吹っ飛ばなかったってもんだわ。単純に破壊するだけの宝具というわけではないのでしょう。もともとは他の用途がある宝具なのではないでしょう。そうだとしても厄介ね。セイバーの話じゃ A 判定どころじゃないし、瞬間的な攻撃力ならさ。うん、まあ確かに攻守ともに優れた宝具のようでしたが、それより私の。セイバー、東坂の意見なんか引っかかるところ。え、あ、いえ別にそういうわけではないというか、ええ本当はどちらが強いかな。まあいいけど、それよりさっき妙なことを言ってなかったか。セイバーとランサーのは対人宝具とかの。対人宝具ですか。いえ、言葉通りの意味ですが、私の風王結界やランサーのゲイボルクはいかに強力な魔力、呪いを帯びていたところで、その用途は対人の息を出るものではありません。
なるほど。だから対人の宝具ってことなのか。ならライダーの宝具は大軍宝具ってことになるわね。そういえば父さんに聞いたことがあったわ。宝具には対人に優れたもの、大軍に優れたものがあるって。簡単に言って、対人宝具は弾数制限のない拳銃で、大軍宝具ってのは一発限りのミサイルってことね。ライダーの宝具は強力だけど、その分使用にかなりの制限があるんじゃないかしら。少なくとも精つまりライダーと戦うのなら宝具を使われる前に倒せってことか。でしょうね。宝具の打ち合いになったら勝ち目はない。ライダーと信者を探すって言うなら、それだけは頭に入れておきなさい。大前提として、ライダーが宝具を使う前に倒すこと。戦いを長引かせれば長引かせるだけこっちが不利になるから。もしくは私が戦っている間にライダーのマスターを倒せばいい。あのマスターに戦闘手段はないのだから。忠告助かったよ、遠坂。俺たちは真珠を探しに行くけど、遠坂はどうする？留守番していてくれるか？そうね。あなたたちがそう言うなら、私たちも真珠を探してもいいんだけど。敵はライダーだけじゃないし、私たちはもともとバーサーカーを倒すために手を組んだんだしね。シローが真珠を追っている間、私は私でやることがあるから。それじゃあね。いい結果を期待しているわ。学校は休校だそうですね。死者が出なかったとはいえ、大半の生徒は未だ立ち上がれる体ではないと。重度の栄養失調みたいなもんだからな。まともに動けるようになるまで何日かはかかるだろう。タイガも病院に運ばれたと聞きます。見舞いに行かずともいいのですか、シロ？ああ、不死ねえのはただの疲労だと。心配しなくてもいいから、真面目に家で勉強してろとさ。では探索に専念するのですね。それはいいのですが、シローに当てはあるのですか？私はサーバントの気配を読み取れますが、それも近づかなければわかりません。何か手がかりがなければ探し出すのは難しい。確かに、シンジが何もせずに隠れていた場合、探し出すのは難しいだろう。けど、あいつの性格から言って、昨日の今日で。では、ライダーのマスターは再び結界を張ろうとすると。間違いなくな。俺と同じで、あいつはサーヴァントに魔力を提供できない。俺たちに復讐しようとするなら、見つけ出すのはそう難しくはないんじゃないか。ライダーのマスターを探すのではなく、結界を探すのですね。ああ、マスターの感知はできなくても、あれだけの結界なら近づけばわかる。それに場所も特定できるだろう。大きな建物で人がたくさん集まるところを当たっていけばいい。驚いた。やりますね、シロ。俺だって考えなしってわけじゃないぞ。探し出せる自信がなかったらこんなことは言い出さないよ。
行こう。シンジが結界を張るとしたらこっちの町じゃなくてシントの方だ。オフィス街のビルを総当たりしていこう。いいのですかシロ、ここはサクラの家なのでしょう。立ち寄ったのですから声をかけては。それぐらいは余裕があると思いますが。やめておく。この戦いが終わるまではサクラと会って戦いに巻き込むわけにはいかないからな。シロ、何か異常でもあり。シロ、こちらへ。ちょっと待って、そっちは公園だぞ。こっちにはまだ見てない建物が残って。それは後にしてください。今はこちらが最優先です。セイバー、どうしたんだよ、こんなところまでやってきて。ここには何もない。いいですから、そこのベンチに座ってください。話はその後で聞きます。疲れてたのか。ようやく自分の体に気がついたようですね、シロ。すまん、すぐ動けるようにするからしばらく待ってくれ。私が注意しているのはそんなことではありません。どうやらあなたには何を言っても無駄のようですね。